これ。おい、寝てたんじゃないのか。わあ、あのさ、そうは見えなかったけど、この漫画結構面白いよ。でも問題がある。ここ、次回に続く。もったいぶっちゃって。どこにあった。ああ、ビルの家だって。いろんなものがあったから。他に何取った。ほら、懐かしいんじゃないの。おい、こいつは俺より前の世代だぞ。だが、いい曲だ。ま、何よりマシか。お、これは今夜ビルが寂しがっちゃうかな。ん？文字は少ないけど、写真が面白いんだよね。おい、子供が見るもんじゃない。うわあ、この男、こんなものつけて歩き回ってるわけ。もう見るな。いいから落ち着いて。どんなもんか知りたいだけだって。あれ、ページがくっついてる。ああ。嘘、分かってるってば。それじゃ、さようなら。この曲、悪くないね。少しは寝とけ。疲れてないってば。ああ、まずいぞ。これは最高だ。どうするの？仕方ない。治療してあげる。シートベルトをつけろ。え、じゃああいつは？ピンピンしてるさ。出るんだ、早く。ドラゴイ、スロー。離してよ、腰抜き野郎。
どこにいる？一体どこにいるんだ？あ、くそ！よし、今ので最後だろう。大丈夫か？うん、大丈夫。よし、こっから出るぞ。そのあたり見て使えそうなものを探せ。わかった。さすがに来た道は戻れないな。逃げ道は他にあるはずだ。来い。よし行け。何か支えられるものを探せ。ああ、なんか全体的にボロボロだけど。エリ。分かった。ハンターの奴らめ、気をつけないとな。やだ、助からなかった人が大勢いる。あの時引き返しておけばよかった。でも、助かった。なんとかな。よし、ここから出よう。
何を。待ち伏せのこと。なんとも言えない。ああ。ねえ、罪のない人をたくさん殺したの。ああ。殺したってことね。好きだように思ってる。あいつらが寝てる場所じゃない？っていうか寝てた場所。作業できそうだな。これでよし。感染してないのに。関係ない。さっさと行くぞ。よし、橋がある。そこから行こう。エリー、慌てるな。待ってろ。何？ここだよ。俺が先に行くからついてこい。大きな声は出すな。OK。できたな。なかなかうまく吹けてるじゃないか。エリー、お前が読んでた漫画を見つけたぞ。あんたの仲間がやったの。ったく、俺は軍隊にかける。どうして殺されたのかな。全員は助けられない。だから殺したの。死んだ人間には感染しない。多少の犠牲は仕方ない。それってひどい。だな。エリー、かがめ。どこで銃を並べ。隠れるんだ。くたばれ。あんだけいたってのに一匹も当たらずだな。おい、撃つぞ。おや、動揺してるな。もし撃ち方を教えてほしけりゃ俺が教えるぜ。
勝手に言ってろ。あいつらはどこ行った？なぜいない？奴らは道路を張ってる。またよそ者を捕まえてくるかもな。銀行発見か、ラッキーな奴らめ。待ってる間食い物でも探してこい。ここは何もない、進もう。もういい。これ以上待てるか。奴らの様子を見てくる。奴らはいつもこうだ。もしまた奴らが裏でコソコソしてみろ。したらどうする気だ。見てな。そうするよ。本当危ないよね。この町あいつらの縄張りかな。そのようだ。ねえ、そのバスの上に登れない？よし、空気を明るくしよう。いい？封筒にいろんなものを入れても無駄。だって封筒占いから。それは何だ？ジョクシュ、ダジャレと言わないで。第2巻、ウィル・リビングストン。さっさと行こう。南北戦争での南軍の暑さ対策は？南北戦争。ああ。好きな調味料は、サウスソースかな。父の部屋に入ったら、ブラでつまずいた。実に無念だ。ああ。本が頭に入った。でも取り寄せない。待って、間違えた。待って、もう一度読め。本が頭に入った。でも取り出せない。失敗。長く続いた夫婦の離婚を、なんて言う？マンネリ婚。ひどいジョークだ。最悪。自分で意味わかってるか？ま、いいけど。もうおしまい。ネタ切れよ。バラダッタパあの橋かなり遠いね。でも行くんだ。あれ、チェックポイントなのに兵士がいないんだね。ほとんどの隔離区域じゃ。
もう検問なんてやってないんだ。食料をくれだって。なんであげなかったの？そこをつくこともあったが、大抵は出し惜しんでた。ボストンじゃ一度もなかった。いや、しょっちゅうあった。通り抜けるまで静かにしてろ。